はい、今日は au 自分銀行で普通預金金利 0.2% が始まるということで、まあ、このあたりの仕組みだったりとか、あとは実際まあこれが金利を使って貯金すべきなのか、まあ、そのあたりについて解説したいと思っています。で、この銀行預金金利って最近やっぱ普通にすると低いんですよね。で、例えば某三菱 UFJ 銀行の金利は 0.001% という非常に低い金利となっているということで、で、まあ今回 au 自分銀行でまあ 0.2% になるということなので、まあその上げる方法とか、あとは楽な設定方法、絶対に設定してほしい人、あとは金利の高いその他の銀行というのを比較しながら、本当に au 自分銀行での 0.2% っていうのは使いやすいのか、使った方がいいのか、まあそのあたりについて知る動画になっています。ちなみにこのチャンネルでは、投資、節約、キャッシュレスといった今より少し楽になるお金の知識を配信しています。チャンネル登録をして一緒にお金の知識を学びましょう。はい、ということで、早速 au 自分銀行での最大 0.2% 還元の、まあ、設定仕組みについて説明しておきます。で、まあこういったちょっと簡単な図になるんですけども、 au 自分銀行と、au pay、 au pay カード、 au 株価無証券、まあ、それぞれを紐付けることで、合計して 0.2%、 まあ税引き後で 0.15% の、まあ、金利が得られるというものが、今回の一番大きな売りなんですね。で、この 0.2% っていう水準っていうのが、まあ、青空銀行で、まあ、バンクっていう、まあ、支店があるんですけども、まあ、そこで 0.2% っていう金利があって、まあ、そこと並ぶ業界最大の金準となっているということですね。ちょっとそれぞれが、いくつかその条件を満たさないと金利を達成しないということになっていて、で、au pay、まあ、スマホ決済ですけども、そちらの場合は口座連携するだけで 0.05%。で、au pay カードの場合は、口座から引き落とし設定することで 0.05%。で、au 株価証券は、銀行口座との連携で、0.099% ことになっていて、それに普通預金金利の 0.001% 合わせて全部で 0.2% というようなことになっています。でもちょっと待ってくださいと。これ結構めんどくさいですよねって思いますよね。で、このあたりの楽ちんな設定方法をちょっと紹介したいと思うんですけども、まあ、基本的にやっぱりこのあたりの設定っていうのは、一回設定したらもう二度と触らなくていいっていうのがやっぱり一番理想だと思うんですよね。で、それを達成できるのがまずこの赤枠なんですね。au pay、口座連携するだけなんですよね。au 株コブ証券も口座連携するだけなので、au 自分銀行で金利預金しようと思うんだったら、もうこれは使わなくても設定して連携しておいた方がいいってことになるんですよね。これだけで 0.15% にはなるので、まあ、これが一番まずは楽な方法。で、au pay カードだけが、口座から引き落としが発生しないと金利が発生しないので、ここがね、ちょっとめんどくさいというかネックなんですよね。au pay カード持ってない方だと、ちょっとこれはめんどくさくなるということです。で、めんどくさい、あなたのための設定方法ということで、まあ、一回設定すれば放置 OK な組み合わせなんですけども、まあ、au pay は引き落としで 0.05%、au 株価証券が自動連携で 0.099%、通常金利 0.001%、合わせて 0.15% の金利は達成しやすいということが、まあ、まずここで言えるかなと思います。ちなみにこのめんどくさい au pay カードなんですけども、一応年会費無料なんですね、一般カードは。で、とりあえず作っておいて、で、au pay に気が向いたらチャージするっていう方法もありです。で、このね、au pay カード自体は、実はね、比較的優秀なカードで、まあ年会費無料っていうのもありますし、カード自体 1% 還元なんですよね。で、クレジットカードとしては比較的優秀で、au pay チャージと au pay 支払い合わせると 1.5% 還元になるので、実はね、スマホ決済の中でも結構優秀な決済なんですよね。で、結構これポンタが貯まるっていうところで、まあ使い勝手もいいっていうのでメリットがあるので、au pay カード以外、au 株コム証券とか au 自分銀行を使ってるのであれば、もうこの辺は持ってても、損はしないので作ってもいいかなとは思います。で、ここからはちょっと具体的な設定方法についてちょっと紹介しておきますが、au 株コム証券と au 自分銀行なんですけども、この、リアルタイム入金っていうのとオートスイープ手数料無料っていうのがあるんですよね。これは必要な時に、自動的にこうリアルタイムで入金されるというようなサービスで、まあ、非常にこう証券口座を持っている方にとっては非常に利便性が高いサービス。まあ、これ楽天証券でもちょっと同じようなサービスがあるんですけども、まあ、これを設定するだけでもまあ 0.1% になるっていうので、まあ、結構これは大きい設定ですよね。で、あとは、au pay なんですけども、au pay は、チャージする支払い元の設定に au 自分銀行を選ぶことができて、まあ、連携しておくと、こう、銀行口座の残高が出ますので、まあ、これで連携が完了すると。比較的これは簡単ですよね。絶対に設定してほしい人っていうところなんですけども、au 自分銀行でローンを組んでる人っていうのは、まあ、ちょっと設定してほしいかなと。で、どうしてかっていうと、ローンを支払う口座に設定していくと、おそらく、ちょっと余剰して、余分に、普通預金置いてると思うんですよね。それに金利がつくので、まあ、少しでも、
特に社会は金額が大きくなりやすいので、au 自分銀行でローンを組んでいる方は、ぜひこの普通預金金利の 0.2% を達成してほしいなと思います。あとは au、まあ、経済圏、au の携帯だったりとか、あとは光回線とか、まあ、そういった au 系のサービスをメインで使っている方っていうのは、まあ、au 自分銀行も今回の機に絡めて設定していくと、非常にお得に使えるんじゃないかなというふうには思います。はい、ということで、その他、最後に金利が高い他の銀行ともちょっと比較しておきたいと思います。大きく2つあるんですけども、まあ、1つがバンク、さっき言った青空銀行ですよね。これが、0.2% の金利がつくと。これ、しかも無条件なんですよね。で、今日紹介した au の自分銀行は、いろいろ細かく設定して、ようやく 0.2% なんですけども、この青空銀行のバンクは無条件で 0.2% なので、非常にこう楽ですよね。なので、しかもね、税引き後、厳密に比較するとね、0.159% でこっちの方がちょっと高いんですね、金利がね。なので、まあ、本当に純粋に金利だけ見るんだったら、まあ、この 0.2% の青空バンクはかなり引き続きおすすめですね。で、あとは、私がメインで使っているのは楽天銀行なんですけども、楽天証券と連携すると 0.1% と。まあ、さっきのね、au 自分銀行と証券も同じでしたけど、まあ、0.1% の金利になるということで、まあ、税引き後は 0.079% なんですけども、楽天銀行自体は結構楽天経済圏の中でも中心を占めるので、まあ、おすすめですということですね。で、結局この辺って何かっていうと、その自分の生活圏というか経済圏、au をメインで使っているのか、楽天をメインに使っているのか、まあ、そういうのはあまり興味がなくて、もう単純に金利だけで、青空銀行なのか、まあそういったあたりで、金利で銀行を決めていくと、まあ選びやすいかなと思います。はい、ということで最後にまとめなんですけども、まあ au 自分銀行は無理のない範囲で自動設定して、1回設定したらもうあとはそのまま放置で OK っていうふうにしておくのがおすすめですと。特に住宅ローンを組んでいる人は、まあ残高がおそらくね、多くあると思いますので、まあそういう人はね 0.2% の金利を享受した方がいいかなと思います。で、最後は、au 自分銀行以外にも楽天銀行だったり青空銀行だったり、自分の生活圏に合った高金利の銀行を選ぶといいかなと思います。ということで、このチャンネルでは今より少し楽になるお金の知識を配信しています。高評価、チャンネル登録、ぜひお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。